半導体はスマホや家電、自動車などあらゆる製品を動かす頭脳だ。かつて日本は半導体市場でトップのシェアを獲得していた。しかし近年は多くの国や地域の台頭に伴い、そのシェアは低迷。こうした中、大きなニュースとなったのが半導体の受託生産世界最大手である台湾の TSMC の九州進出だ。周辺の設備投資を含む経済効果は10年でなんと20兆円を超えると見込まれている。現在日本では国内ビジネスへの強力な支援や外国企業を誘致することで国内の生産量を拡大させ、存在感を取り戻そうとしているのだ。世界トップレベルの半導体研究開発機関の幹部は、 I see Japan, as I mentioned, having this resurgence of semiconductor leadership across the globe. 今、復活に向け動き始めた日本の半導体産業、外国企業との協力関係を結ぼうと邁進する日本各地の取り組みを追った。九州、熊本に進出した台湾の TSMC。 こちらは昨年末より半導体の量産が始まった第一工場。まもなく第二工場も建設される予定だ。周辺地域では半導体に関連する工場の建設が続いている。また今後の需要を見据え、県の南部にも工業用地の整備が進んでいる。半導体に関わるビジネスは、半導体そのものにも複数の技術が必要であることに加え、生産にあたって工場の設立や半導体を用いた製品開発、産業も発展し、大きな経済効果をもたらすのだ。ジェトロも半導体産業に関わる外国企業支援デスクを設置し、これまででおよそ30件の支援を行ってきた。こうした動きに県の担当者は、県内企業、地場企業とのつながりというのを深めていただいて、日本でのビジネスの輪というのを今後広げていっていただければというふうに考えています。我が国の経済安全保障の一翼を担うとともに、新生シリコンアイランド九州の実現に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えております。そうした中、去年12月東京で開かれたのが半導体の国際展示会、セミコンジャパン。国内外から1000社を超える企業が出展。来場者は3日間で10万人を超えた。会場内のオープンステージに登壇していたのは、アメリカで最先端半導体の研究開発施設を運営するニューヨーククリエイツの幹部だ。世界のさまざまな企業を受け入れ、研究開発を支援している。今回の来日で彼らはジェトロと半導体分野における連携強化を目的とした覚書を締結。国を挙げて動き出した日本の半導体産業に大きな期待を寄せている。 I see Japan, as I mentioned, having this resurgence of semiconductor leadership across the globe.We anticipate through this partnership, we will have multiple engineering engagements that help advance technology and move it much faster and at a much lower cost, working together with Jetro and the companies out here. こちらはドイツのザクセン州経済振興公社のブースだ。ザクセン州のドレスデンは古くから半導体や電子工学の研究・生産拠点として発展してきた都市だ。ライト部長は日本と連携することで半導体の開発やビジネスがより進化すると期待している。 I think Germany and Japan have many things in common on a cultural base. We strive for excellence, we strive for technology, we love high precision, and so we like microelectronics. 今回の展示会で来場客を引きつけていたのがラピダス。次世代半導体の量産製造拠点を目指し設立された今注目の企業だ。
政府による9000億円を超える支援のもと、北海道千歳市に最先端半導体の工場を建設中。今年4月にはパイロットラインが稼働する予定だ。さらに千歳市では新たな工業団地の造成が計画されており、その規模はおよそ45ヘクタールに及ぶ。これに伴い人口の増加も見込まれ、ショッピングモール内の出店が予想以上に増えているという。業界から注目される中、海外からの引き合いについて、世界的な半導体の製造装置メーカーでございます、ASML さんがですね、すでに立地をしてございます。サービス拠点の方を立地してございます。でその他にも、同じく製造装置メーカーの、ラムリサーチですとかアプライドマテリアルズ、そういった会社が、立地を表明しているところでございます。半導体産業による地域振興に向け、産学が連携して取り組む動きも。仙台で開催されていたのは東北大学らが主催するシンポジウムだ。長年にわたり東北大学のマイクロテクノロジーの研究室とドイツの研究機関とで行われてきたイベント、今年はバイオ関連をテーマに半導体の研究者や開発企業も参加。ドイツからの研究機関だけでなく、最先端の技術を持つ外国企業も招聘された。2日間にわたりプレゼンや交流会、研究施設の視察、商談などを通じマッチングを行う目的だ。今回このシンポジウムの中心にいたのが、日本の半導体研究の第一人者でもある東北大学の戸津さんだ。研究者たちにとっても半導体を用いた製品開発は非常に重要だと語る。果たして今の半導体でどこまでその自分が欲しいものができるのかとか、もしできないとしたらじゃああとどうすればいいのかと、どういうところと研究すればいいのかとか、そういうところに興味持っている方がたくさん出てきてまして、そういう連携の部分が重要になってきていると思います。東北マイクロテックは3次元 LSI の早期実用化を図るため設立された東北大学初の企業だ。スマートフォンのカメラなどに使われる集積回路の高度な技術を開発している。工学博士でもある元吉社長は、今回はヨーロッパのこの地域のいろんな会社が集まってますので、いろんなそういうところからアプリケーションのヒントをもらったり、うちの技術を使って製品を作ってもらったり、より高性能の製品ですね、作ってもらったりするということで、技術を開発したら必ずそれをお金に換えないと次は回っていかないので、そのループをぜひ、もっとスムーズに回したいっていうのが一つ目的です。参加した企業の一つ、コモリコーポレーション。こちらは高度な印刷技術を持つ企業で、半導体の基板製造に独自の印刷技術を導入することで環境負荷が軽減できるという提案をしている。近年のトレンドでもある環境配慮技術として世界からの注目度が急上昇している。我々の装置を購入していただくお客様というのが最も欲しいところなんですけども、新しい技術になるので、いきなり採用したりとか、いきなり製品に持ち込んだりっていうのは非常にそのお客様にとってもハードルが高い、内容になってきます。でそこでアカデミアとか、大学の力をお借りして、こういった基礎研究をしっかりそういった機関と共同して行いながら、しっかりした技術を固めて、でお客様に同時に提供していく。コモリコーポレーションは商談会の後ドイツ企業との協業に向けて話が進んでいるという。今回このイベントにドイツ企業を多数迎えられたことに手応えを感じたと戸津さんは話す。何かこういうものを作りたいっていう企業さんが話し合った時に、そういう研究機関同士も連携をして、お互い持っている技術を足して 1+1=3 になるような形で連携が進められる、そういうところが強みじゃないかなと思ってます。今再び動き出した日本の半導体産業、各地の特色を生かした発展に向け、国境を越えて技術の地を結集し、国際競争力を取り戻せるのか、世界が注目している。